アニサです。リノです。サラマナリアル語ります。はい、マジマジマジ、サラマで得意したこととか。目がかからない。それもあるかも。なんか嬉しい。毎日もう朝起きてこう何もせず行くじゃないですか。行くんですよ。そしたらなんかメイクとかヘアとかも全部やってもらえて可愛くしてもらえるじゃないですか。あ、じゃあなんかサラマになってなんかちょっと損したこととかあります？損したこと？あんまりないんですよね、損したこと。でもなんかやり始めの頃はなんかここまで切るって言われてるのにそれ以上切られるとかぐらいですかね。確かに。あとなんか変な用意された時とか。損っていうか失敗。ギャラがなかった時、なんか初めてすぐの時とかめっちゃ遠くのまで行ったんですよ。家から1時間ぐらいかけて行って、でなんか詳細 DM でいただいた時は書いてあったけど、行ったらなんかいいよ詐欺じゃん。でなんか交通費とかももらえないですかみたいな結構とあったから、言ったらなんか今回はちょっと詐欺じゃん。でなんかあのお試しのシャンプーみたいなちっちゃいのもらって、ありがとうございます。いろんな食べてくれ。これだけ握りしめて帰ったとかはなんか損っていうかちょっとあったな。それは損だね。うん、ギャランティーっていつもいくらくらいなんですか？なんかそこによって全然めっちゃピンキリですよ。うん、全然違うかも。でも最近はみんなギャラ交渉するらしいです。サンドとかの方が安い。あ、安いんですか？めっちゃ遠くは高い。そう、地方っていうかなんか都内じゃないサロンの方がギャラ高い。まあ確かに。しかも交通費とかもなんかもらえるじゃない。別で交通費とか。めっちゃ嬉しい。でもそうしないと来てくれないって思ってる。おすすめのサロンは？サロンっていうか人。なるほど。もうエルルムにいる幸子さんって人が超おすすめ。あー、めっちゃやってますね。まあでもあのジャッキーとかは超おすすめ。なんかもっとアフロートで今独立したんですけど、ジャッキーもうめっちゃカラーもかと思う、上手。でもプライベートで行くサロンが結局おすすめじゃない？なんか撮影の仕込みとかじゃなくて。仕込みでしか行ってないかも。え、マジ、うん、マジマジ、うん、高校生の時1000円カット行ってたもん。そうなんですよ。だからマジでくだらなくて、今なんか調子の点が表参道みたいなでサロンでみたいな言ってるけど、ずっと1000円カットだったので、もともとあんまりこだわりがなくて、なんかマジ嫌ですね。いつの間にやばすぎ。小学生の男の子とか、なんかサラリーマンの人とかに紛れて、なんか。しかもなんか、ここが、めっちゃ国民生まれみたいな来た時があったんですよ。え、生活で？それも、しかもなんかこだわりないから、なんかお任せで、バッサリ答えしてもらってた。もう、マジで？本当にこだわりがなくて。よくサラもやってんね。本当ですよね。なんかさ、サラもやろうって思ったんだよ、よく。でもなんか嬉しいです、やっぱり。生活から大事やから。中学からは都内のサロン行ってたけど、うん、それまでも地元の親と同じ美容室行ってたよ、ずっと。なんでなんだろう。なんか一回多分ちっちゃい時お母さんに連れてもらったんだけど、多分緊張したんでしょうね、幼心ながら。なんかわからんけど、それから。え、美容院に？そう。でも1000カットも緊張しないの？1000カットもアットホームやから、もううちの。え、そうなの？わからんけど。え、それは行ってるからでしょ。めっちゃ買い求めてね、超高くなってた。いや、内装もそんなにこだわりなかったけど、うん、なんか切ってさ、もらうじゃん。うんうん、そしたらめっちゃ扱いやすさ違くない？ああ、確かに。だからこの人がいいとか。ああ、そこでわかりますね。確かに確かに。あとなんか他の美容師さんのリアクション、なんて言うんだろう、なんか、これカットとか。いや、なんて言うんだろう。ああ、あれ、かけない見られるもんね。うん、めっちゃカラーとかも、めっちゃ綺麗だねって言われたら、あ、やっぱあの人って天才みたいになるじゃないですか。ちなみにそこの天才美容師さんは誰なんですか？天才美容師さん、池戸さんっていう、ミックスの池戸さんが。間違いない。なんかその方にレイヤーカットしてもらって、すごい、いろんな美容師さんとかも褒めてもらえることがめっちゃ増えて、友達とかやっぱり言ってくれるけど、美容師さんからってなると、本物の目でさ、本物の目なんか美容師さんが褒める美容師さんってさ、怖いね。
前に彼氏に前髪切ってもらうけど。マジで前髪切ってって言うの。え、家でだよ。あ、そういうことか。なんか、どうしても、どうしても、もう、なんか5ミリぐらい切りたいんだみたいな。ああ、ああ、ああ。自分で切ってくれるの。あ、切ってくれる。めっちゃいいからさ。いや、優しい。めちゃめちゃ言うけどね。なんで？いや、もう、え、切りすぎないでね。家でっていうのがいいね、しかも。ああ。なんかちょっと切りたいけど、遠くに家出るのはなとか言っても。夜とか。ドライヤー後に。ええー、めっちゃいい。そういう利点があるわけね。美容師さんと。美容師さんと付き合ってる人めっちゃ多いじゃん。友達はサロモンですか？サロモンの友達。そうです、そうです。美容師さんと付き合いがち。付き合いがちかも。なんか美容師しか出会いがないですよ。なんかバイトとかしてない限り。確かに。サロモンだったら。確かに確かに。なんか大学とか行ってるからあれだけど、でもサロモン一本とかの子は出会いがね。大学出会いある？いや、ないか。けどなんか異性が美容師さんだけとはさ、また違うじゃん。多分他の大学生の。学校行ってれば。うん、大学生か。懐かしんでる。無理だったな、大学生。あとじゃあなんか、良くないサロン。良くないサロン。髪の扱いが雑な人とか。なんかドライとかさ、髪引っかかってるからみたいな。めちゃめちゃ切れるやん。って思う時ある。まあ。あとシャンプーが下手とか。言ってたね、なんか。シャンプー、なんかそんな下手だったら自分でやるみたいなさ。美容師さんに言ったなんかシャンプーとか洗い残されるとさ、痒くなるじゃん、頭。あちゃんと洗ってって思う。なんか大丈夫なんじゃないですか？なんか美容師さんだからシャンプーうまいっていうあれがあるかも。なんか。でもさ、散々いろんなサロン行ってさ、シャンプーされてるじゃん。うん、比べるよ。まあ、この人のが好きみたいなのある。どういうシャンプーが好きなんですか？もうパワシャンがいいんですよ。パワシャン、うん、もう、ゴリゴリで、もう超強いシャンプー。私も。が良くて。うんなんかこう、触ってる。もう撫でられてる頭みたいなのはすごい嫌。痛いとかならないですか？もうなんか。ならないです。なんか、これが。強さ大丈夫ですか？みたいな確認されて、うん、もっと強くて大丈夫ですって言ってんのに、全然強くしてくれない人とかは、もっと強くしてっていう。何を言うんですか？ガー強っ。いや、でもあれ、初めてだったら言わないよ。まあ、そりゃそうですよね。シャンプーゴリゴリですよね。めっちゃゴリゴリ。でも凝ってんのかね。まあ、凝ってんじゃない。しかもなんかリフトアップするとか言いません？なんか、リンパで、あうんうん、ヘッドマッサージでみたいな。でもそれは上手な人に限るよね。なんかそういうのに特化してる人とかに、なんか、こう、お願いします。やると。いい気がする。リフトアップする気が。確かに。はい、こんな感じでした。はい。ありがとうございました。バイバーイ。